はい、始まりました。始まりましたか？始まりました。どうも、マッシュルーマンでございます。スペシャルマンことキノコ29号でございます。よろしくお願いいたします。今日はあっちこっち忙しいんじゃないんですか？ここにいていいんですか？あっちこっち忙しいですけれども、今日はもう、ね、キノコ式なキノコ29号に任命いただけたんで、ぜひ参加させていただきたいと思いました。この後でもどっかでセッションやるんですよね？この後、16時から私サービスデザインのセッションで話しさせてもらいます。じゃあ皆さん16時になったら一斉にサービスセッションに行ってしまって、ダメです。チャンネルはそのままで。ということで、始めていきたいと思いますが、はい、ハンズオン、はい。はい。さっき、まあ、津永さんがハンズオンをやりまして、今日はだから2コマ目のハンズオンってことになりますが。そうですね、今回2つということですね。そうですね。で、松永さんのちょっと見てたんですが、はい、ハンズオンあるあるということで、ちょっと、本人無念だと思いますが、うまく動かないところがあったっていうことなんですが。あら、そうなんですね。はい。ここで、万が一にも僕も同じような失態をしてしまった場合には、これは、レブアップの名にかけて、許されんと。そうですね。はい。ということで、すごくプレッシャーが増えております。動いてくれよって本当思いながら本当に直前でそういうのがあるとちょっとドキドキですね。ドキドキですね。で、後から見直すと、ああ、ここだよここだよっていうのがね、もしかしたらすぐ分かるんですが、ハンズオン中はそうもいきません。焦ります、ね、ですので、もし、皆さん動かなかった時には、遠慮なくツイートで、デジャブとハッシュタグデジャブもつけておいてください。LINE DC、レブアップと、デジャブをセットでつけておいてください。じゃあ、そんなことを話してていいのかわからないのと、ちょっとやっぱりですね、時間がなかなか読み切れないというのもあって、遅く終わることはないんですが、早めに終わってしまう可能性もありますが、ちょっと進めていければと思ってます。どのような今回のハンズオンになりますでしょうか？はい、秘密。あごめんなさい、ごめんなさい、そんなことばっかりで。今日はですね、ミスターメディシン、お薬通知くんですね。LINE ボットとガス、Google のスプレッドシートを使って、やるような内容になってます。あ、はい、名前からして、なんか、役に実用的なものになりそうですね。あ、お察しいただきましたか。さすが、スペシャルマンさん。LINE。名前だけで。名前だけで。で、スペシャルマンさんと僕、いろいろとね、ご一緒させてもらったりしますが、そうですね。はい。はい、比較的、なんていうんですかね、こう、プログラミングコードをバリバリ書くというよりは、Google のガスっていうんですかね、そういうのを使って、比較的、入りやすい、入り口としては入りやすいようなものをこう作って、で、まあ、LINE とかのこの便利さとか、なんかものづくりをするとか、まあなんか自分の身近なところで役立てるとか、そんな人たちにお届けできたらと思って、いくつかね、やってたりもします。そうですね。がっつりコードを書くっていう感じではなくですよね。そうですね。なんやかんや中身は書いてたりしちゃうんですが。まあね、それを準備して、まあ、皆さんにその導入していただいてやっていただくというのが、はい、ノーコードツールを作ってるって感じですよね、こちら。そうですね、これ自体がノーコードツールみたいな位置づけになってるのかな。はい、で、こんなことができるんだなと、あ、ここを変えたら、自分のなんか周りでもこういうふうに使えるかもみたいな、そんな、発見なんかができたらいいと思っておりますが、はい、で、過去もですね、ノーコードツールでとかいうことで、在庫管理をするものを作りましょうとか、あと、まあ、飲食店さん向け。そうですね、これまさに京都、はい、ね。もう実際に使っていただいているお店も。あ、そうなんです、そうなんです。YouTube 見ていただいて、で、自分なりにアレンジされたということで、で、使っていただけてるっていう。で、こっちもですね、この
資料、あ、皆さん今日の資料は YouTube の概要欄とかにも貼ってあると思うんですが、こう資料にも書いてあるんですが、こう長崎県で子ども食堂を支援する学生さんがいてですね、その学生さんが子ども食堂でちょっと在庫管理を、したいってことで、なんかお問い合わせいただいて使っていただけてるのかな、今。あ、そうなんですね。なんかね、そんな風にも、はい、なってますので、なんか今日の、このお薬通知くんですね、これももしかしたらアレンジができそうっていうときは、皆さんぜひ使ってみていただきたいのと、まあ、遠慮なくお問い合わせいただけたら、なんかアレンジお手伝いできると思っております。アーカイブだと、ね、YouTube のコメント欄いただけましたら、私たちそれを見てるんで。あ、そうですね、そうですね。四六時中 YouTube のコメント欄をこう、ずっとこう見て、増えないかなって。ずっと見てるんだ。あ、来た、来たとまたすぐ返事来た。来た瞬間に返事を。でも、そうです。あ、で、これ飲食店さんの方はまさにここですね。この、はい。はい。LINE 公式アカウント、この飲食店さん、もともと使ってて、で、でそこの LINE 公式アカウントの中に、この仕組みっていうんですかね、注文システムを入れて、今運用されてるみたいですね。はい、いろりや金魚さんでございます。嬉しい限りですね。嬉しいですね。こうやって使っていただけると。はい。だからなんか後々でもそういう、なんかフィードバックというか感想いただけたらすごく嬉しくなります。僕単純ですので。僕も嬉しいです。はい。ということで、ちょっとじゃあ。まずやっぱ何はともあれどんなものをやるのっていうのを最初にお見せした方が、イメージが湧くと思いますんで、ちょ動画はあるんですが、動画とかに頼りたくないので僕はここで動かします。はい、これがまたドキドキ感があっていいんですが、あ、今ミスターメディシン、はい、わいはオス薬通知くんですってことで、今ねこれボットで友達を登録した体ですね。そうすると下に、これクイックリプライっていう、まあ、LINE のボットの1、まあ、機能って言えばいいのかなが出てたり、これリッチメニューってやつですね。今日は比較的、こういう LINE の機能っていうんですかね、ボットとかの機能の、いろんなものが登場してくるので、あ、こんなのもあるんだっていうのも、まあ、参考までに入れてたりします。でリッチメニューとかクイックリプライで、まずお薬一覧、あ、キノコの劇薬も画像あれ登録されてた。劇薬はい。で、ちょっと登録から言ってみます。あ、これはですね、そもそも、あ、いや、お薬を登録します。お薬名。キノコの、うん、劇薬。劇薬じゃつまんないから、じゃあ、両薬でいくか。両薬に。逃がし、お薬名を登録しますと。で、通知する時刻、まあ、定期的に毎日ですね、この時刻っていうのになったら、通知してくれるような、もうそんなものなんですが、はい。だから、まあ、お薬のね、飲み忘れないとか、まあ、わざわざこれでっていうのはあるかもしれませんが、いろんなのに利用できる気もしますので。はい、そうですね、忘れ、スマホは常に持ってる人が多いんで。そうですね、そうですね。で、ちょっとお薬、あ、さっきの僕のがいるんで恥ずかしい。恥ずかしい。じゃちょっとこの劇薬、これでいこう。これね、いろんな見えちゃいけないものをうまく見せないようにやるのもドキドキするんですが、で、保存します。これ今、画像を登録しました、合わせて。で、通知する時刻、ちょっと今、画面上の時刻はおかしいんですが、今、15時40分で登録してみます。いけるかな、あ、39度、1分後ぐらいにですね、おそらく通知が届くはずです、ここに。はい、で、ちょっと1分ぐらいかかるかもしれないので、これはこれで置いといて、で資料の方をたどっていきますが、構成図がこんな風になってますね。ちょっとじゃ左届くまで右の構成図の方で。まあ、LINE ですね、今みたいに登録すると、LINE のプラットフォームを通して、まあ、Webhook っていう外部の
まあ、サーバーの機能を呼び出すような、そういう仕組み。あ、来た。あ、来ましたね。あ、来ました。来ました。来ました。今登録した、お薬の時間ですのでキノコの療薬で今日の日付と、まあ、15時40分で登録しているので、まあ、その通知時刻、はい、で、まあ、なんとなくですね飲んだ飲んだ飲まなかったのも、分かるような感じで飲んだと押すと飲んだ体調にお変わりないですか。 ありがとうございます。心配までしてくれます。あら、もう、すごいですね。そうですね、優しいですね。こういう一言が、なんか、ほっこりしますね。そうです。日常に彩りを。飲まなかった。体調の変わりないですか。同じですね。で、これ、今回はここだけで完結しますが、この飲んだ、飲まなかったっていうのを押したときに、例えば、家族の人にも、その結果が届くみたいなことをしとくと、なんていうんですかね、例えば遠く離れた、ね、わかんない、おじいちゃん飲んだかなとか、そういうのにも使えるのかなっていう気もします。なんかそんな、どうですか、日常に彩りが、つきますか。もうすごい、薬で食後とかじゃなくて、時間で飲まないといけない薬も結構あるので、なんか知ってる人が飲んでるのと、もその1分ずれたらダメとかいう薬もあるので。マジですか。毎日こう8時に飲まないといけないとかいう薬もあるんで、そういうのが非常に便利な薬だと思います。アプリだと思います。あ、ありがとうございます。そうすると、そうですね、8時だったら1分前ぐらいに通知しておくとちょうどいいんですかね。ですね。ただなんだよって。はい。こんなものになっております。あ、で、一応削除ボタンがあって、で、今2件登録されてるんで、まあ、ちょっとこの辺のね、操作性はまだいまいちですが、まあ、2番、今のキノコの療薬、あ、療薬はとっとこうかな、劇薬なんていらないから、劇薬を消して。で、これで今、療薬だけ残りました。風邪薬とかで風邪が治ったらもう消すって感じですね。あ、ごめんなさい、もう一回よろしいですか。風邪薬で登録しておいて、風邪が治ったらこれで削除。あ、そうそうそう、そんな感じですね。いらないやつはもう消せるみたいな。最初、どこまでこれ作ろうかなと思って、なんかいろいろやってたら、いやもうちょっとこれだった方がいいなとか思ってたら、ものすごいいろいろ増えてきて、もうノーコードノーコードなのみたいな。そのような導入される方はノーコードで。そうですね、皆さんお使いいただくときは、もうそのまんま持っていくだけで使えるんで、一応。はい、で、これも画像ね、実際薬の写真があったりすると、間違えずに、ね、その薬だっての分かるっていうのもあって、ちょっと画像がね、こうやって一緒に飛んでくるようなのも追加したりしました。これもその LINE のね、ボットの、オートメッセージの、まあ、種類っていうんですかね、機能になってますので、まあ、この辺も触れられたらいいのかなとか思ったりしてます。はい。ではでは、構成図いきまして。はい。はい。で、なんで、今みたいに LINE からいろいろメッセージとか送ると、まあ、写真とかですね、送ると、LINE プラットフォーム通して、ここで Google の方の、プログラムですね、Apps スクリプトって言われてますが、が動きます。これは無料で使える分でよろしいですね。無料で？無料でいけます。あ、無料でございますね。そうですね。全部無料ですね。はい。全部無料で使えちゃいますね。素晴らしいですね。ですね。すごいですね。よく言う DX になりますか、これは。DX。DX になりそうな感じがしますね。DX になりますね。デジタルドアンス。カメラで書いてて、こう、記録してたりしてたのが、もう全部、スマホアプリでして、しかも通知も行くっていう。通知も行くっていう。お、素晴らしい。家族に、すごい DX になると思います。日常生活に、DX を。はい。キノコ DX を。そうですね、スプレッドシートをこのアップスクリーン、まあ、プログラムで操作したりしてます。で、ちょっとごめんなさい、書き忘れちゃったな、Google ドライブ、ドライブも、写真をフォルダーに保存するようにちょっと出てきてますね、登場人物。なので、そっちも無料で。そっちも無料ですね。はい、無料ですね。無料でございますね。で、読み書きすると。あ、なんか今言おうと思ったけど忘れちゃったんだ。
すみません。邪魔しちゃいましたね。いやいや、とんでもないです。そうですね。そんな感じ。あ、あれです。で、サーバーとか、そういうの立てなくても、まあ、お手軽に作れちゃうっていうので、ちょっとこのガス、まあ、ガスって言ってますが、はい。これ一つのメリット、便利。ですね。まあ、ノーコード寄りなのかなっていうのがありますかね。Google のアカウントさえあれば、もともと。そうですね。アカウントさえあれば、はい。すぐに使えます。そうだ。なんで今日はあの事前準備ってことでアカウント、Google のアカウントのお願いは特に書いてないんですが、はい。まあ皆さん持ってるかな、Google のアカウントは。まあ、YouTube で、ね、お気に入り登録とかされてる方は皆さんお持ちだと思うので。あ、そっかそっか。はい。あ、そっか。てかそうですね。なんならあの このためっていうのは YouTube の登録のためにあのアカウントを作ってください。皆さん。そうですね。で、チャンネル登録をしてください。チャンネル登録を。お願いいたします。大丈夫かな、こんな喋ってていいのかな。あ、で、今日のテーマが、まあ、LINE ボットと Google スプレッドシート。で、そもそも LINE デベロッパーズって何とかを、この資料から、いろんなですね、サイトがありますので、で、この中見ていくとですね、あのユースケースのデモとか、まあ、こういうサイトもあるんだよっていうのも、ちょっと紹介しつつやろうかなと思って、結構いろいろリンクを資料には貼ったつもりでいます。で今日使うこの LINE メッセージング、あ、まあ、メッセージング API。これもですね、デモアプリってあって、こういうところを、見ていくとですね、仕組みの説明とか、で、デモアプリとして登録できる QR コードもあったりするので、こういうサイトもですね、ぜひ見てみていただけると、まあ、ユースケースなんかもいろいろ載ってますので、いいんじゃないかなと思ってます。なんかそのまま使えるオープンソースのも、なんかいろいろ何個か置いてありますよね。そうですよね。あ、そうですね。ソースコードダウンロード。いろいろありますね。ちょっとこの辺 AWS 出てくるから、少しですね、プログラム、エンジニア寄りになっちゃうかもしれませんが。はい。でもアカウントを登録したお試しするっていうのは、この辺で簡単にできちゃいますね。リッチメニューどんなんだろうとかもここで見れちゃいますので。はい。っていうので、その辺のリンクの説明に載ってたり、で、メッセージング API。これさっきの構成図とまあほぼ似てますが、流れですね。ユーザーが、まあ、普通に使ってるあの LINE ですね。LINE でメッセージなんか送ると、プラットフォームに届いて、この Webhook っていうので、サーバーですね。ここが今回 GAS、Google の仕組みのところになってます。でそこから、ユーザーになんかメッセージをこう応答したり、まあ、プッシュしたり、みたいな感じでやり取りします。でメッセージング API のデモ。これは多分今のやつかな。あ、そうですね。デモがあったり。で、ドキュメント。この辺もですね、実際になんかいろいろ自分でもう工夫していきたいなっていうときは、こういうリファレンスっていうのがあるので、この辺を見ていくとですね、どういう書き方をすればいいんだろうとか、ちょっといろいろ載ってます。はい。時間が余ったらですね、少しプログラムの中も触れてみようかなと思うんですが。ですね。で、デベロッパーコンソール。これも今回登場してきます。まあ、ここに、アカウントを作って、まあ、ログインしてですね、で、ここ上で、設定をしていくことで、実際に LINE のプラットフォームを通して API 叩けたりしますので、これ後でハンズを触れていきますね。あと Google Apps Script そもそも何っていうので、まあ、Google のさっきのスプレッドシートを例えばプログラムから操作するとか、Google ドライブのフォルダーを操作するとか、何でしょう、まあ、Gmail をプログラムで送るとかそれで Google のサービスを使うためのスクリプト言語になってます。 JavaScript like なものになってたりします。はい。じゃあちょっとここからハンズオンで形で入っていこうと思います。はい。スペシャルさん、そろそろいきます。やっぱりマジですか。もうずっとこっちにいたらいいんじゃないですか。ダメなんですか。おかしいな。MC 誰かやってる。あ、わかりました。また戻ってきたときは分かりました。もしかしたら僕が顔消えてたら、あ、やったなって、動かなかったなと思ってください。はい、わかりました。あとでは、すいません。はい、それではまた。待ってください。頑張ります。はい。
キノコ式、今回タイトルにキノコ式とあるんですが、キノコ式はですね、ちょっと分かんないですね、他の皆さんと雰囲気が違うのかもしれませんが、なんか僕がわちゃわちゃしながらやる感じになってます。そして、まずですね、ハンズオン、LINE のこのデベロッパーズコンソール、ここにログインを皆さんしていただく必要がありまして、ちょっと、リンク、このまま多分たどれます。でこんな感じで、LINE アカウントでログイン、ビジネスアカウントでログインってあるんですが、普段皆さん使ってる個人の LINE って言えばいいのかな、そのアカウントでですね、ログインができちゃいますので、それが一番早い、今回で言うと楽な気がします。もしくはメールアドレスで、このビジネスアカウントでログインっていうのもできるんですが、もうちょっと今日は上の方でいっちゃいますね。で僕、いいね。で、そうするとですね、QR コードログインというのが出てきます。もしかしたら、すでに入った、ログインしている方は、もういきなりログインされた状態になるかもしれませんが、あ、出ました。で、これで読み取るんですが、ちょっと待ってくださいね。いろんなものが映ると、事故につながるのでわかんないんで、普通にですね、LINE の、QR コードで、この QR コードを読み取りましたと。で、ログインしますかって出ますので、ログイン。あ、これいいのかな？あ、いいか。皆さん番号が多分出ますので、番号本人確認。えい。あ、いろいろ映っちゃ危ない。はい。で、ログインしました。そうすると、プロバイダーとか、なんか最近閲覧したチャンネルとか、まあ、そういうのが出てきたり、初めての方はもしかしたらプロバイダーっていうのが一切なかったりとかですね、そんな画面になる気がします。で、ログインができたら、ちょっと資料を、今回忙しいですね、資料もちょっと見つつもありますし、スプレッドシートも使ったり、このデベロッパーコンソール、この画面ですね、今ログインした、これもちょっと使ったりするんで、ちょっとタブなんかが皆さん忙しくなるかもしれませんが、で、ログインしましたと。そしたらですね、プロバイダーってものを作ります。で、これはサービスを提供して利用者の、情報を取得する個人の開発者、組織、まとまりですね、まとまり。その中にいくつかこうサービスとかを作っていくような感じになるんですが、なので、今回で言うと、例えば今後もね、レブアップでいろいろ作っていこうと思ったときには、レブアップみたいな一個、プリを作ってしまって、作成。そうすると、登録されているチャンネルはありませんという感じで、こんな画面にきっとなると思います。で、チャンネルの作成ですね。今回ですね、メッセージング API、これ使いますので、これポチッと。押します。そうするとこんな画面に変わるので、で、資料のこの通りの感じでですね、設定してきます。チャンネルはそのまんま、プロバイダーも今のやつ、事業所の所在。これ今僕どこにいると思います？皆さん。そうです、そうです。日本です。はい。なんかこれでちょっとアメリカとか言ったらかっこいいんだけど、日本です。キノコの山にいます。で、チャンネル名に、お薬、通知にしようかな。で、チャンネル説明も、に、業種。ここはですね、まあ、本当に、本当にというか、まあ、ちゃんとなんか使おうと思ったときには、皆さんお使いのアカウントの、お仕事のものを選んでいくといいと思うんですが、今日はまあ個人ってことで、個人。で、個人の、キノコっていう分類は、ないのかな、ないですね。そのうち増えるのかな、キノコ。ちょ、仕方ないんで、その他。で、メアドとか多分入ってますので。で、チェックですね。利用規約。これ中身皆さんちゃんと読んでくださいね。今日は読んだっていう、皆さんを信用し、作成もします。そうですね、左の設定の通りだと思いますが、ここに作成をしますと。えい。あ、同意。あ、そばやめて。そばやめて。慌てちゃうから。もう一回今、リロードかけました。
まあ、タイミングによるのかな。本当やめて、ポチポチとデジャブと見、あ、なんか言われて、あ、業種ですね。個人、個人、あ、今デジャブっていう、ハッシュタグを、つける1回目のチャンスですね、今のはね。 OK、 同意入った、来ました、危ない、危ない、マジ危ない。で、来ましたと。そうするとですね、こんな画面に今度変わります。今入れた、チャンネル名でチャンネル基本設定とかメッセージがいっぱいとか、こんな画面が多分出てくると思いますので、で、一旦これはこれでタイム、タイムですね。で、スプレッドシートを配布用に用意してます。で、この資料のところのリンクから、資料はこちらっていうので、資料なのに資料はこちらっていうのもちょっと恥ずかしいな。押します。そうするとですね、スプレッドシートが開きますので、で、今皆さんこれ閲覧のみ、なってます、まあ、配布用なので閲覧のみにしちゃってるんですが、これをですね、ご自身の、Google ドライブに、コピーしていただきたいので、ファイルからコピーを作成で、名前は何でもいいので、分かる感じの名前をつけていただいて、僕はちょっと2000レブアップにしようかな。で、マイドライブにコピーと。コピーと。で、コピーしたら、もともと開いたこの配布用の方は、ちょっと紛らわしくなるんで、閉じた方がいいと思いますので、閉じます。で、スプレッドシートは、これ皆さんだからもう、個別ですね。自分のところにコピーしたので、個別のスプレッドシートになってます。はい。で、今、資料のコピーというのをやって、で、シートの説明、ちょっと載ってますが、簡単に触れると、お薬シート、ここに、登録したお薬の、まあ、情報がちょっと載ってきます。登録されてきます。ただ、特に手動で何か触るみたいなことは、ここはしません。で、セッティングシート。ここはですね、実際にボットを使う前に、いくつか、まあ、コピペして貼り付ける必要が出てくる場所があって、その欄になってます。ここはなんで、ちょっと後で触ります。で、ステータスもですね、今、登録操作がされたとか、削除操作がされたとかっていうのをちょっと管理するようになってて、これも直接触ることはないんですが、まあ、そんなシートになってます。で、行ったり来たりですね。今度デベロッパーコンソールなんで、こっちですね。これ。で、チャンネル基本設定。ここでですね、オフィシャルアカウントマネージャー。これ資料が、ごめんなさいね。これ画像なのか、ここ文字なのかが分かりづらくなっちゃってるんですが、これ画像でしたね。で、LINE オフィシャルアカウントマネージャー。これのリンクをポチッと押して、でですね、応答設定、左メニューにある応答設定。これ今、応答設定多分、あ、これか、応答設定。で、以下の通りに設定ということで、応答メッセージ、これをオフにします。オフにしないと、ボットにメッセージ送ってもですね、勝手に返ってきちゃうので、プログラムが動きません。で、Webhook、これはオンにします。ですね、LINE オフィシャルアカウントマネージャーに今飛んでって、応答設定の2箇所をこれ変えました。で、これは1回いらなくなるから閉じちゃおうかな。えい。で、チャンネル基本設定、こっち戻ってきましたね。これ、早かったら皆さん、早いって言ったら、なんか回り回ってどっかから聞こえてくるのかな。天の声から聞こえてくるから、コメントでも入れてください。Twitter、Twitter、Twitter には何かコメント来てないんですか？はい。で、次。
メッセージング API、これの設定ですね。チャンネル基本設定の横にメッセージング API 設定というのがあって、ここで、いろいろ触っていくと、この、ちょっとこれ良くないな。ちょっと一回戻しますね。これをコピーしておくといいんだな。構成図でいうところの、LINE プラットフォームから、この Google のガスの方にですね、連携できるようなことになります。ここの設定を変えていくと。っていうのを今からやるんですが。で、Webhook、この図で出てくるこの Webhook ってところですね。ここの設定とかもしていくんですが、ちょっと後でこれします。で、まずですね、チャンネルアクセストークン、これを、発行します。で、メッセージング API のこの設定の画面の下の方、一番下ですね、発行っていうのがあって、あ、で、この時にたまにですね、自動翻訳、これ右下、今、日本語って僕出て、映ってるかな、映ってますね。イングリッシュってなってて、なんか自動翻訳、ブラウザーとかの自動翻訳で日本語になっちゃってたときにおかしくなりますので、自動翻訳はせずに日本語表示か、まあ、もしくは英語表示のままかなの状態で発行されたものを、使ってください。自動翻訳を動いてるとこの辺がなんかですねちょっとおかしくなるときがあるらしいので、でこれを、コピーしますと。で、発行し、スプレッドシートへ。で、資料で言うと、ここら辺ですかね。今、アクセストークン発行したから、これをこのスプレッドシートのアクセストークンってところに貼っつけます。セッティングシートの一番上ですね。ここに貼っつけます。結構長いんですが、気にせず貼っつけます。ちょっとペースは分かりませんが、この、YouTube でね、アーカイブ残りますので、ちょっとまず動かすところまで行かなきゃいけないんで、行ってしまいます。で、今、チャンネルアクセスとかやったから、ガスデプロイですね。で、スプレッドシート、これスプレッドシート側触ります。だから、これですね。スプレッドシートの拡張機能。アップスクリプト。アップススクリプトでいいんですよね。アップスクリプトって結構言ったりしますが、アップススクリプトでいいのかな。はい。そうするとですね、この中に、まあ、いわゆるガス、アップスクリプトのプログラムがいっぱい入ってて、まあ、どこがノーコードだよってなってしまうですが、触りませんので、このままお使いいただく分にはノーコードということで、どうぞよろしくお願いします。で、画面が開いたんで、デプロイ。デプロイっていうのをしていきます。デプロイ。デプロイを管理。で、おそらくデプロイメントの作成っていうので、まあ、まだデプロイされてませんっていうのが出てくるんで、これを押します。で、いろいろ設定を変えていく場所がありますが、新しいバージョン。説明は省略しててよくて、おそらく、この次のユーザーとして実行は自分のアカウント、Google のアカウント多分なってます。で、アクセスできるユーザー、これをですね、まあ、全員にしとかないと、Google のアカウントをログインしないと使えないとかなっちゃうので、これは全員にしておきます。で、デプロイと。そうすると、おそらく、承認しますかっていうのが、出てきますが。あ、来た。で、承認をします。で、おそらくこれもですね、今のアカウント、皆さんのアカウントが多分出てくるんで、押して、で、このアドバンスと、で、一番下の Go to
ミスターメディシン。で、プログラムからいろいろ、Google ドライブとかいろんな操作しますよっていうのを許可しますよってことで、許可。許可していいですかってことで許可。許可します。そうすると、デプロイの完了画面が出て、ここでですね、この Web アプリの URL、これをコピーします。コピー。なんで、これですね、コピーボタンがあるんで、コピーボタンを押します。で、これをですね、そのまんま、デベロッパーコンソールに戻り、Webhook っていうところの説明、入力欄に貼っつけますので、あ、行ったり来たりがここで出てきますが、これですね、LINE デベロッパーズの、メッセージング API 設定。ここで、Webhook、ここですね、これ、編集。貼っつけますと、更新。で、Webhook の利用を有効にして、検証ですね。で、成功が出れば OK ということで、デジャブタイムですよ、皆さん、ハッシュタグ。ハッシュタグデジャブタイムですね。いけ！あ、危ない。言いました。言いました。よかった。ここまでは今のところ大丈夫ですね。危ない危ない。そして、喜んでる場合じゃないですね。で、でちょっとこの辺も時間があれば後で触れたいと思いますが。で、今回、お薬のその通知が届く仕組みの中で、ガスのですね、トリガーっていう機能を使ってます。なので、スプレッドシート、あ、ごめんなさい、違いますね。こっちですね。このアップスクリプトの、このプログラムのコードが書いてあるような、この画面の中の左に、時計、トリガーっていうのがあります。で、トリガーを、ちょっと作っていきます。で、ちょっと画面消えてるかな。右下にあのトリガーの作成っていうのが多分ありますので、トリガーの作成を。で、設定する項目、この画面の通りなんです、白の通りなんですが、アップデートオールトリガーズ、ヘッド。で、どういう時にプログラムを動かしますかっていうので、いろいろ選べるんですが、今回はですね、これ時間手動型の、日付ベースの今作ってるトリガーは、ちょっと別のなんか全体を管理するようなトリガーを作ってまして、ちょっとまた後で触れますが、で、お薬を飲まないであろう、まあ、夜中とかの時間が、いいかなと思ってて、なんで一応0から深夜の0から1時って感じでやってます。この0から1時、どこかの時間で、このプログラムが動くので、何時何分に通知をしたいというときはですね、本当はこれ別のトリガーの種類を、あ、これか、特定の日時ですね。で、何月何日何時何分みたいなのを作るんですが、そうすると、その日しか有効にならない。次の日、また別のトリガーで、何月何日何時何分作んなきゃいけないんで、そういうのをですね、まとめて、プログラムで設定しちゃおうっていうのがこのトリガーですね。ちょっと何て分からなくなってきましたが、ただ作っちゃいます。後で触れたいと思いますが、時間ベース、あ、いけない、時間ベースになってない、あ、うん、時間手動が日付ベース、合ってますね。はい、作りました。そうすると作成後に、1個こんな感じでトリガーが出てくると思います。で、このトリガーって説明に書いてあるんですが、ちょっと一回飛ばしますね。で、ユーザー ID をコピペ。これですね、デベロッパーコンソールの、チャンネル基本設定。
この下の方にですね、皆さんユーザー ID というのがありますので、これをですね、コピーし、スプレッドシートの、お薬ユーザー ID。まあ、自分自身って意味ですね、ここ。自分自身に通知を飛ばすので、ここに貼り付けますと。あ、ここで一回動作確認って言ってるから、そうですね。自分で作っときながら。で、LINE のお友達登録。これでいいんだよね。こんだけにいいんだっけと作りながら思ってますが、これで、ここに QR コードがありますので、皆さん自分のを読んでください。読まない。僕のを読んじゃうと、これ僕に飛んできちゃうのかな？トークン。そうですね。自分のを読んでくださいね。なので、僕も今、これお友達登録してみたいと思います。で、こんな感じで、お薬通知くん、今つけたチャンネル名出てます。追加、トーク。あ、ワイワイお薬通知くんですってことで、ここまでで、まず何かしら反応が来てれば、うまく動いてると思います。だから、うまく動いてる。危ない。で、一覧をちょっと押してみますね。えい。おーっと、入ってきた。これはボットから、この図でいうところの LINE からメッセージを送って、Google のスクリプトが動いて、まあ、応答メッセージって形で、今、まあ、プログラム側から登録されてる、送られませんって書いてきました。で、今度は登録ボタンを押してみます。あ、お薬登録します。登録するお薬名を入力してください。で、まだですね、写真を登録できる仕組みは整えてないんで、とりあえずですね、まあ、お薬名をまず入れて、キノコの苦味。で、写真はまだなんで、ここで時刻ですね。ちょっとこの分かりづらいな。1分後ぐらいが多分いいんで、1分後にしてみました。あ、登録しましたって言ってきた。で、お薬、キノコの苦味、通知時刻1分後ぐらいです。で、画像はまだ今やってないんで、なし。という形で、登録できてれば、とりあえず、大丈夫なはずです、皆さん。ドキドキですね。で1分ぐらい経った時に飛んでこなかった時の僕の表情を、お楽しみください。あ、来た。お、来ました。危ねえ。危ない。来ました。で、お薬、画像がないんで、さでも最初に見せたデモとは違って、ないですね、写真は。で、飲んだ飲まなかった。じゃあ飲んだ。飲んだとしました。体調変えないですか？ありがとうございます。元気です。はい。で、削除をしてみます。削除したい番号を入力し、ここもね、もう少し操作性が本当はいいといいんですが、1番。あ、登録された登録者はありません。あ、で、そうだ、一覧もちょっとなくて、ちょっと今適当に登録しますが、あ、たたたた。この時にですね、スプレッドシートを見ると、例えばお薬、あ、まだ登録してないか、ステータスとかのところで、この文字なんか、入力された文字なんかをちょっと覚えておいたり、管理したりして、でちょっと時刻も設定してみますね、時刻。今、時刻もスプレッドシート、あ、で、登録されました。そうすると、このお薬シートの方に、こんな感じで登録された、内容が溜まっていくような、まあ、作りにはなってます。登録されましたと。で、今回画像がないんで、ここ空っぽです。で、この状態でですね、トリガー、これあれですね、このスクリプトが書いた、あ、違うね。ス
スクリプトが書いてある このエディターですね。これのトリガーを見ると、今1個あたたたたを追加したんで、それ用のトリガーがここに1個増えてます。これ。で、これ見るとですね、今日の、だ今登録した今日の16時15分だけ有効なトリガーになるんですね。なので、トリガー、あれ？これトリガーも飛んできたの？ 16 時15分。トリガーが、通知が来てない気がするな。ここで、実行数。あ、でも完了とかなってるか、エラーは多分出てなくて、少し、時間がかかってるだけだ。あ、来た。来ました。トリガーが来ました。トリガーが動いて、それをきっかけに、ガスのプログラムが動いて、で、LINE のプラットフォーム通して、プッシュメッセージっていうので通知してます。その結果が これですね。今届いたやつ。で、ただ、今みたいにですね、トリガーが何時、何月何日何時何分っていうふうに、指定しないと、その時刻通りのトリガーっていうのがちょっと作れないんで、一回通知したらですね、こういうふうにトリガー自体が、その日の分が消えるような、今、仕組みになってます。で、お薬のでも通知は毎日16時15分にこれしてほしいので、その時にですね、最初の方で作った、この親分トリガーみたいな、この人ですね。この親分トリガーが、夜中にですね、午前0時から1時の間ぐらいに親分トリガーが動いて、で、毎日ここに登録されてるお薬のトリガーを、明日だったら10月23日16時15分。みたいなトリガーをここにポンって作ってくれるような、そんなのがこの最初に作った親分トリガーですね。ちょっとそんな若干まあ複雑な仕組みになっちゃってますが、そんなことをして実現してます。はい。皆さん動いてますか？これコメント来てんのかな？コメントも来てないのかな？もう飽きちゃったかな？キノコに飽きたかな？はい。そんなのにめげずにいつもやってますが、で、この後、まだ時間もありますんで、お薬画像ですね。これをやってみたいと思います。で、でですね、Google ドライブに、まず画像用のフォルダ、画像保存用のフォルダを作ります。で、Google ドライブですね。で、新規、新しいフォルダ。薬画像でいいか。で、これを、共有設定に変えます。共有。リンクを知ってる全員。で、リンクをコピー。あ、コピーしないかな。この完了ですね。完了で、で今、お薬画像用のフォルダーがちょっとできました、ここに。で、このですね、Google の、まあ、ファイルもフォルダーもそうなんですが、ID みたいなのが勝手にこう割り当てられます。で、このフォルダーの ID が これですね。この資料でいうところの、このドライブ、フォルダー、URL のフォルダーズ以降のこの部分。なんで、ちょっとちっちゃいかな。この部分ですね。最後の長い文字列。これがフォルダーの ID になってますので、これをコピーして、で、スプレッドシート。スプレッドシートに貼り付けます。スプレッドシートの、セッティング。えい。貼り付けました。再び動作確認。わかりました。ということで、これで、
この LINE のボットから画像を送るとですね、この Google ドライブのこのお薬フォルダ、ここに画像が溜まって、それの画像が通知で飛んできます。から、ちょっと登録、ごめんなさい、手動になっちゃうけど、これ登録。エリンギのすり汁。効きそうですね。で、通知する時刻。で、写真を登録する写真なんで、ここで写真を選びます。じゃあ、これがちょっと効きそうなんで、エリンギのすり汁。これはスタンバイ中の僕ですね。で、あ、来た。Google ドライブに今入ってますね。入りました。で、時刻なんで1分後をちょっと、これちょっと微妙にずれるとですね、明日の今の時間になっちゃうんで、いけたかな、うまくいけたかな。登録しました。で、今回画像ありでこう登録されてます。ちょっとトリガーを見てみますかね。トリガー、ここが増えてるはずで、増えてます、トリガー。ノティファイメディシン。23。あ、明日になっちゃってる。あ、ちょっと1分。ちょっと遅かったな。ちょっとですね、時間差であれだったんで、もう一回登録しますね。しめじの。あ、もはや分かんなくなってきましたね、切り身。薬じゃなくなってきちゃった。まあ、いっか。ちょっとじゃこの、登壇セット。で、この状態で、まあ、ライン、あの、画像が増えてますね、ドライブにね。登壇セットがこう届いてますね。はい。喉を潤しなさいということで、どうですか、僕のボイスは、潤ってお届けできてますか、皆さんに。あ、そんなこと知ればじゃない。なんで、ちょっと、確実に来るように2分後ぐらいにしてみました。これで、トリガーを見るとまた1個増えてて、で、どっちだろう、こっちかな。あ、22ですよね、今日ね。16時24分。なので 1,2 分するとこの画像付きで今度飛んでくると思います。でここはじゃあまた飛んでくるのもあって、でこの後はですね、リッチメニューっていうのとか、少し、まあ、クイックリプライっていうのをなんか、追加できたらと思ってますね。時間がいけそうなので、でリッチメニューって何っていうので、これも先にじゃあ押しちゃって、皆さん多分普通に LINE 使ってる中で目にしてると思うんですが、この下の方に、視覚的に出てくるメニューですね。これを押すと、まあ、ウェブページ表示できたり、なんかアプリが起動できたりとか、なんでユーザーのこう目を引くような、そんな効果的な、メニューになります。これを追加したいと思います。で、クイックリプライはこの下に出てきてる、今だとお薬一覧とか登録とか削除っていう、ま、と入力、ユーザーにですね、なんか文字を入力させるのも結構一手間かかったりするんで、簡単に文字なんかがこう送れるような、ま、そんなボタンっぽいのをこう出せたりするんですが、それがこのクイックリプライってやつになってます、下に。ちょっとここら辺も少し変えてみましょうっていうのをやろうと思ってます。早く通知来ないかな。デジャブなのかな、もしかしてこれは。今のところデジャブツイタグは増えてないかな。あ、増えてないですね。じゃあちょっとこの間にリッチメニュー作っちゃおうかな。で、リッチメニューはですね、オフィシャル、このアカウントマネージャー、これで作るので、ここで押しちゃえばいいか、うん、ここで押してもいいかな。
どうしようかな。資料を押すと、多分ですね、今作ったお薬通知くんとか、皆さんがつけた名前のが多分出てきます。あ、今通知来ました。あ、来ました。お薬の時間です。しめじの切り身、2022年10月22日。16時24分だから、この辺若干、あれですね、00分、00秒とはいきませんが、まあ、ほぼその時刻に飛んできます。ここに今画像だからアリバンも作れたような。で、今、あれは飲んだ2回おっしゃったかな。いや、違うんじゃないの？これ、押してるのに反応してないんじゃないの？大丈夫？ああ、飲まなかった。飲んだ。あ、両方反応してますね。皆さん動いてますか？危ない。動きました。で、とりあえず動きましたと。で、で、リッチメニューですね。リッチメニュー。で、リッチメニューは、この資料のリッチメニュー作成のオフィシャルアカウントマネージャー。この画面に行けてたら、この画面から作れます。最初の方でも、あの、オートメッセージとか、あ、オートメッセージじゃないな。チャット？違うね。挨拶メッセージ。あ、違うな。あ、挨拶メッセージ。ちょっとごめんなさい。今、ついでにおっしゃいましたが、ここで一番最初登録した時の、ボットからのメッセージっていうんですかね。その辺も変えられたりします。で、リッチメニュー。リッチメニュー。で、リッチメニュー作成。で、今、で、リッチメニューのタイトル。これ何かピンツさんなんだっけ？通知来ましたか？あ、通知来たって誰か言ってくれてる。親鳥が。あ、ありがとうございます。で、リッチメニューのタイトル。薬箱でいいか。表示期間が選べてですね、これとりあえずだから今日の00時、このままでいいかな。で、1週間後ぐらいの0、そうですね。ですと。で、リッチメニューもいくつかのこうテンプレートっていうんですかね、パターン選べたり、もっとプログラムで細かく作れたりしますが、今回はあの一覧と登録と削除の3つなんで、この小の3つのやつ、これでいきます。で、画像ですね。画像も、そのサイズに合わせて準備すればそれを使えたりするんですが、今日はですね、もうここ上で画像を、まあ、簡易的なの作れちゃう、使えちゃうんで、まあ、画像というかそうですね、ここ上で、文字をまあ画像として、お薬一覧。でこの辺の中央ゾロとかポチポチ押すといい感じの場所に配置してくれたりします。で、2個目。これも、まあ、色は何でもいいんですが。で、文字。これが登録ですね。で、3つ目。3つ目が、これ削除ですね。できました。適用。画像、適用すると画像ファイルほどできなくなります。はい、いいです。で、3つできましたと。で、リッチメニューを押したときに、まあ、どういう動きをさせたいのっていうのも選べたりします。で、今回は、メッセージを送ることで、そのメッセージに合わせてプログラムが動いてますんで、お薬一覧。一覧って送ると一覧が表示されて、で登録って送ると、登録の動きが、プログラムが始まって、で削除って送ると、削除が動くような、そんな作りになってますので、ちょっとこの言葉は、ここで言うと、この通りじゃないと動かないです。
で、その他の、で、あれですね、最初のこの下のメニュー、ここ、ここ何でもいいんですが、キノコのお薬箱。で、デフォルトで表示する、ちょっと表示しますかね、じゃあこれで、お薬箱、保存。で、トークルーム開いてると、一回戻らない、戻ってから入らないと、もしかしたら出てこない気がするんで、ちょっとトークルーム一回戻りますね。戻って、あ、出てきた。もう一回入り直したら、今、下に出てきました。一覧、登録削除。なんで、リッチメニューがあるとですね、こうユーザーの目も引きやすいのと、まあ、操作もちょっとしやすいって言えばいいんでしょうかね。だから一覧通すと、これ今一覧通したら、一覧ってテキストがここに出てきましたが、これ今リッチメニューで作った、あれですね、ここの文字列ですね、この文字列、お薬一覧。で、2個目が、登録って押すと、登録っていう文字が、LINE の方にプラットフォームに送信されるので、登録処理が動いたり、この状態で今削除するとどうなっちゃうかな。あ、削除いきますね。なので別に登録って普通に打っても同じ動きをするんですが、やっぱなるべくこう操作しやすいような工夫をできるといいんじゃないかなと思いますね。時間がある。これがリッチメニューですね。で、時間があるので、今、登録します。お薬名、もう思いつかない。なめこの味噌汁。で、画像ですね。画像を選ぶときにですね、ここで、なんかこの辺の操作をして、アルバム開いてとかやってるのが、ちょっと手間なので、ここで、このクイックリプライ、今時刻設定でしかっていうボタンしかないんですが、ここにカメラロールを開くような、そんなのをちょっと追加してみたいと思います。で、少しですね、プログラム側を触って、あ、変わった変わったっていう、そんな、体験を。あ、なんか今急に雑音が入ってきたぞ。なんだなんだなんだ。あ、スペシャルさん終わったんですか終わったんですか終わったんで、キノコ29号に戻ります。どうせ無事に大丈夫でしたか無事か事故起こったか分かんないですけど、終わりました。もうこっちはもう徐々に、ね、多分ね、視聴者が、激減してんじゃないのかな。どうなんだろう。まあ、いいかな。そんなの気にせず言っちゃいますが。今ですね、無事に今のところ動いてます。あ、よかったです。はい、デジャブが。デジャブはなくて。デジャブは今のところ、一回もない、なかったかな。一回があっただっけ。で、そうですね。今からクイックリプライ、クイックリプライのところに、ちょっとですね、カメラロールを開くようなボタンを追加しましょうみたいな。なんで、実際ちょっとプログラムを触っちゃうっていうね。あ、今からさ、もう、触っちゃう感じですね。触っちゃいますね。一回触って、変わった変わったっていうのもお届けできたらと思うんで、で、スクリプトの中のオペレーション。左の方にいろんなファイルが載ってますが、オペレーションかな？これ一番下の方にですね、ファイル中見ていくと、こう言葉、実際 LINE 上でやり取りしてた言葉が出てきてるので、ここを変えると、あ、まあ変わるんだなっていうのはなんとなく想像がつくかなっていう思いますので、いろいろ変えたければですね、変えてみていただくのもいい気がします。そうですね、そこ触ってちょっとね、デプロイやり直してみると、そうですよね。いい感じになりますよね。はい。なので、でちょっとそのデプロイのやり直し方を含め、じゃあ、ちょっとクイックアクションっていうのを増やしてみたいと思います。で、あ、クイックリプライか、リプライですね。で、プログラムの方も、なんとなくその、リファレンス、参考になるリンクを貼ってあるんで、これ日付選択アクション。
で、カメラアクションとかこう載ってます。こういう、ちっちゃいかな。決まりで、まあ、送ればカメラが起動しますよとかですね。カメラロールアクションもこれですね。こういう決まりで送れば、アルバム、写真が開きますよっていうので、そんなのを、追加します。これタイプだけで、ラベルは表示される文字ですよね。あ、そうですね。ラベルが、そっか、こっちは自由ですね。自由ですね。上のタイプを、ね。タイプがこれとカメラ、これは決まりですね。カメラロールとか、そうですね。日付選択は、そういう意味ですと、ちょっといろいろ必須と必須じゃないのがあったりしますが、デート、タイム、ピッカーっていうふうにしろとなってて、プログラムを見ると、ここが今、デート、タイム、ピッカー。これがそうですね。なんで、これで日付選択の、時刻選択のあの画面を出してたりします。ですので、ここに、これですね。ちょっとコピーする範囲を間違えて、貼り付ける範囲間違えちゃうとあれなんですが、ここに、ちょっと難しいですよね、いつも。難しいですね。インデントもうまくいかないかな。これでいいかな。多分これいけてる気がする。このカッコのくくりで対応を見ていただけると多分合ってる気がしますね。で、アクション、ここカメラですね。さっきのカメラだよっていうのと、でカメラロールだよっていうのが入って、で、写真を撮る。これ何でもいいんで、まあ、自由に入れられます。写真を開く。はい。これで、なので、時刻を選択する画面の時に、ここのクイックリプライ、ここに、この写真を撮るボタンと写真を開くボタンがきっと、増えます。増えなかったら、ちょっとデジャブタグでお願いします。で、保存。あ、これ、ファイル編集すると、ここにですね、左のファイルのところに、編集してるよってマークつきますので、この保存します。プロジェクト保存。勝手に保存されたかな、はい、ちょっと保存します。保存されなかったと思いますね。ですっけ。さすが、お疲れ様さん。なんで保存をやらかすんで、それで危ない。なるほど、知らなかった。危ないですね。これでデプロイ。で、デプロイもですね、新しいのをやっちゃうと、URL 変わっちゃうんで、デプロイ管理。URL ってこのさっき作った Web アプリの URL、これ変わっちゃうと、また変更しないといけなくなってくるんで。デプロパーズで Webhook のアドレス変えないといけないんで。はい。なんで、デプロイ管理ですね。で、編集ボタンの新しいバージョン。デプロイ。ここで、いけたから、ここでこっちの LINE の動きも変わってるはずなので、もう一回登録をしますね。登録。あ、ここはまだ一緒ですね。ここはまだ、そうですね。慌てないでください。まあ、焦りました。もうちょっとだんだん薬とかからね、ほど遠くなっていってるんですが、キノコ鍋。あ、来た。あ、こんな感じで増えました。増えましたね。はい。で、写真を撮ると押すとカメラが起動するので、ちょっとじゃあ僕、ここで一回カメラ起動したらいいかな。あ、今起動してますね、これカメラね。あ、増えましたね。ちょっと怖いな、この後何が映るかが怖い。隠して。で、また戻して。で、今度写真を開くですね。大丈夫かな、どこまで開くかな、えい、あ、大丈夫そうだ。じゃあちょっと送ります、写真を。こんな感じで、写真を開くのボタンが、ね、出てきて、写真を開く、まあ、アルバム画面がパッと出てくるんで、こういうボタンなんかも用意してあげると、ユーザーの操作性が楽になったりするのかなと思いますね。下のボタン押すのちょっとね、探しますもんね。カメラボタンとか。あ、そうですよね。これだ、リッチメニューとか出てるときに、ちょっとなんか切り替えがね、少し。そうですよね。うまく、どこ写真、どこ写真ってなっちゃうから。
こんな感じもいいんじゃないでしょうかね。いかになんか使いやすくしてあげれるか。便利な機能がいっぱい揃ってます。せっかくだからこのまま登録設定しました。時刻設定。1分後。で、ちょっとトリガー確認だけしますね。1分後。これかな。16時40分。あ、これですね。22日だから、これだな。あ、だからもうすぐまた多分飛んできます。キノコ鍋が。お薬、薬じゃないっていうね。まあ、一回。はい。この時間にキノコの場合を食べろっていうことですね。いいんじゃないでしょうか。登録しました。そうですね。その間に、なんか少し振り返っとこうかな。あ、来た。ましたね、お薬の時間です。キノコ鍋。あ、キノコ鍋伸びましたか。キノコ鍋飲みました。すごい体に良さそうな。なんかうまく飲んだとしてるつもりが。あ、来たか。あ、来ましたね。おかしいですか。そんな感じですね。あ、なので、資料でいくとこれか。一通りなので資料が今進められた感じで、皆さんももし無事動いてたら、ありがとうございます。もし動いてなかった時には、YouTube のコメントでも Twitter でも、まあ、何かしらご連絡いただけたら、あと他にこういう使い方、はい、したいとかもあれば言っていただけると。で、そうすると、ちょっと一回じゃあ上からもう一回舐めとこうかな。なので、こうせず今のやつですね。結局そんなんで LINE から、お薬とかいろいろ通知を送ります。プラットフォームに写真とか。で、スクリプトですね。スクリプトが これですね。これガスってやつなので、この中で受け取ってます。一番最初のここで受け取ってます。で、少し登録の時はとかいろいろ分かれるんですが、で、スプレッドシートに、登録された内容なんかをこうやってどんどん貯めてって、で、画像の URL とかこういうのも貯めてって、で、時間になったら、トリガーですね。このトリガーがいい感じに動いて、プッシュメッセージがこうユーザーに送られる、はい、そんな仕組みになっております。すごいですね。まあ、その1分ごとでトリガー、ね、あんまりなかなかできなくてみんな困る方がいらっしゃるんで。あ、そうですかね。そうですよね。で、スペシャルさんさっきいなかったかな、いなかった時にもちょっと話したんですが、この、そうなんですよ、この時間をぴったしに送るみたいなトリガーが、なんていうんですかね、ま、毎日この時刻に送ってくださいというトリガーがなくて、何日のこの時刻みたいな風になっちゃうんで、ちょっとですね、はい、毎回トリガーを作り直してます。すごいですね。そんなことをやって、これ思いついたときに、なんかやってたらです、あそこまでやらなきゃできないなと思って、いろいろやってたら、もはや、すごいことになってます。なんかすごいツールに。はい、でも、すごい実用的だと思います、これは。あ、そういただけると、何よりで、なんか日常に彩りを添えられると嬉しいですね。見守り的な。それにもいけると思うんで、
はい。今日元気にしてますかみたいな感じでもね、いけますもんね。あ、そうですね、そうですね。通知あ、なそうかっですたよら、ね。返事なかったらちょっと、うんって。ドックスリーでしょう。で、デベロッパーコンソールでいろいろ設定をしていただきまして、で、これもいいでしょう。で、デプロイ。デプロイして、ツイッターでデジャブ回避って書いていただいてますね。あ、ていうか、ハンズオントラックは、誰か一人成功すればもう全体としては成功ということで、そう皆ですさん。ね。はい。はい、チームプレイですから。で、そうですね。鳥が焦って、トリそうガー設ですね。定ですね。ここはちょっと複雑ですかね、この中で仕組みで言うと。ちょっと今言ったこのお薬何時何分に通知っていうのが特定の日付で1回しかできないんで、これを毎日更新するために親分トリガーっていうのがいます。はすい。ごいですね。それが思いつくのがすごいです。で、親分トリガーはここに書いてあるこの辺の薬の情報を見て、まあ、トリガーを作ってるみたいな、そんな感じになっておりはい。ます。素晴らしいと思います。なんかすごい頑張ったんだけど、これ こんな。これね、いろんなノーコードツールありますが、まあ、あえてガスでやってたりもしますが、もうちょっとサクッていけるのもある気がしますが、ただ、もうちょっとこう、ね、かゆいところに手を届きたいみたいな時には、多少触れると、実現できることも増えるのもまた事実かなとは思いますそうね。ですね。はい。あ、そんぐらいだったかな。そんぐらいでいいかな。ですね。じゃあちょっと時間も少し早いですが、ここでおしまいにしようかな。というところで、じゃあスペシャルさん。なんか、一言どうぞ。いただいてもよろしいや、もう、今回のはもう、もう一回ね、夜のハンズオンでもやっていいぐらいかなと、いいぐいですか？なんか、あ、本当らい、です思うか？ぐらい。ね、素晴らしい。もうこれで一つの、なんかプロダクトみたいな感じで、いけそうな感じがするんいいで。ですか？はい。ただそうですよね。ちょっと引っかかるのが、無料で1000通まで、プッシュそう配です信ね、が、そうですね。ここがあポるスのトで、メッセージですよね。ポストメッセージが1000通。だから1日30個以上、34個以上薬飲まれる方はちょっと。あ、そう。あとあれですね。なんか朝昼晩って言ったときに、まあね、それぞれちょっと登録しないといけないんで、まあ、その辺少し手間かなっていうのもありますが。まあでも、まあね、当日、1回通知すればずっとね、残るので、全然いいと思います。すごいです。それぐらい？そうですね。はい。なんでまたこういう使い方ができるかもっていう感じで、使っていただけた方がいたら、ぜひ YouTube のコメントなり何かでお知らせいただけると嬉しいです。コメント欄いただいて、こういうのができますよというのがあれば、私たちええ。の次回のネタにさせていただきたいと思いますので。そうですね。そうですね。なんなら作っちゃったっつって、来年の今頃ここで喋っちゃってるかもしれませんもんね、あ、その人そうでも。すね。そんサービスな、始めちゃいましたみたいな感じで。はい、そんなコミュニティになってますんで、この LINEDC は。ぜひぜひ、ぜひぜひ。楽しみながらやっていただけると嬉しいです。はい、じゃあちょっとごめんなさい、早いですが、私の反応はこれで終了にしたいと思います。ありがとうございました。スペシャルさん、ありがとうございました。行ったり来たり、いえいえ、素すいま晴らせん。しいありがとうございございや。ました。はありがとうございました。い。ありがとうございます。